元同居人の家を突然訪れ、勝手にご飯を食べさせるおせっかい企画第2弾。今回は大久保保つ編。西田の深夜食堂、あの同居人は今こんにちは。何されてるんですか？あの、西田の深夜食堂です。帰ってください。ちょっと待ってください。今回その一緒に暮らしていた同居人の方は一体どんな食生活を送っているんだろうという、まああのその後を追ったドキュメンタリーです。これは今日じゃないとダメですか？まあ一応今日タイミング的には今日が一番来ました。早速ちょっとお邪魔しますね。はい、はい、ちょっとまだ失礼して。いや、お腹空いてるよ。結構減ってますね。うん、あ、じゃあよかったです。あの、うん、ちょっと今日一応オーダー伺ってるんで。いや、ケンタッキーとは言ったけど。ケンタッキー、やったー。え、ケンタッキーです。大久保さんのオーダーのケンタッキー。ケンタッキーじゃないよこれ。あのケンタッキーのチキンをふんだんに盛り込んだ、うん、ケンタッキーレタスチャーハンになってます。もったいないって。なんでそんなこと言うんですか？いや、もったいない。いや、もったいないと思うじゃないですか。俺も作るまではもったいねえことしてるなって思ったんですよ。いや、そう。食べてみてください。いただきます。いや、なんとも食べてないじゃん、ね、美味しそう。でもうんなるほど、美味しいわ。美味しいですか？いや、ケンタッキーがめっちゃうまい。いやね、ケンタッキーが美味しいのもみんな100人いたら100人分かるじゃないですか、うん、でケンタッキーに1個余計なことした割にはどうですか？じゃあ、うん、まあケンタッキーは100点、はい、味が。え、じゃこの料理全体としては20点。いや、80点少なくなってますもん。80点少なくなってんじゃん。いや、80点ぐらい。あ、本当ですか？うん、20点マイナスぐらい。最悪じゃん。ケンタッキー自体がめっちゃうまい。いや、それ知ってますって。ちょっと食べてよ。いいですか？うん、うん、どう？ケンタッキーがめっちゃ美味しい。そうでしょ。ケンタッキーがめっちゃ美味しい。ケンタッキーめっちゃうまいね。めっちゃ美味しい。うん、あとレタスと合いますね、ケンタッキーが。あー、でもそうかもね。あ、それでいいよ。ケンタッキーほぐしてレタスの上に置いて出せば、うん、そんな原始人の料理みたいなアレンジないってことでしょ。なんでそんな寝かすの？どっち、チキンほぐして葉っぱの上に置いて食うってことでしょ。ああいや、なんともないから、この距離で風当ててもごめん。会社に言わないでクビになっちゃうから。いや、言います。社会人だから。いや、なんだよこんな。いや、怖いから。え、何ですか？いや、なんかやってるんで通行人の方みたいな。いや、最後締め取ってるぞ。あ、ちょっと通れないですけど。はい、ごめんなさい、ちょっと。いや、ね、まあ、お伺いさせてもらってね、今いらないでしょ、鍵。忘れないようにしないかけてやるんだから忘れないじゃないですか。アレンジレシピやっぱ楽しいですね。こういろいろ考えてね、はい、こうやってみようって考えると、ね、そうですね、はい、楽しいですよ。あ、じゃあ最後、はい、プチ情報。はい、あ、そんなこと言うんですか？僕の隣の家の人は、はい、いいです。めちゃめちゃ個人情報言うじゃないですか、はい、不動産の人が。ダメだって、そんなこと。